私自身、育児のための時間、いわゆる育休について、環境大臣という重要な立場で、公職を全うしながら、どのような形で取得をするのか、正直言ってとても悩みました。さまざまな人にお話を伺って、どうすべきかということも聞いてきました。昨年末には、男性公務員の育休を原則1ヶ月以上とする目標の実現に向けて、政府の方針も決定されましたが、これは皆さんとのランチミーティングも踏まえて、私が思っていることは、制度だけではなくて、空気を変えていかなければ、それを取得する公務員も増えていかないだろうと、そういう思いです。環境省の職員からも、働き方改革にはボトムアップとトップダウンの両方が必要だと、そういう声もありましたし、この前、私の地元の横須賀の成人式にも出席をしましたが、新成人の方から社会の空気を変えるためにも大臣に育休を取ってほしいと、そういう声があったということも聞きました。また大臣の場合、育休に関する法律上の制度もありません。これは大臣に限らず政治家がそうですが、勤務時間という考え方もありませんし、残業という考え方もそもそもありません。法令で定められていないために、期間や取り方は自身や組織で決められます。そしていろいろ考えた結果、これまで言ってきた通り、公務最優先、そして危機管理万全という条件で、母親の負担が大きい出産から3ヶ月の間で、国会や閣議など重要な公務の時間を除いた時間の中で、業務に支障のないように柔軟に通算2週間育休を取得したいと考えています。これを実現するため、職員の皆さんにも協力してもらいながら、例えば役所で必要な打ち合わせやレクチャーはメールでの資料確認やテレビ会議で行う。そして副大臣、政務官に代わっていただけるものは代わっていただきます。そういったことを行いながら、私自身の働き方も改革をしながら、臨機応変にしっかりと公務に対する責任を果たしていきたいと考えています。私の育休をきっかけに、環境省の中でもみんなが臆することなく育休を取得しやすい働き方が進むことを期待しています。さらには、私は大臣になる前に厚生労働部会長でしたが、その時にも育児だけではなくて、介護、そして今や2人に1人がかかると言われているがんなどの病気との治療と仕事を両立をしている方など、それぞれの事情に応じた持続可能な働き方を実現する必要があります。育休は一人一人が自ら自分らしく働く環境を整える議論の一つのきっかけになればと私は考えています。